恒星が惑星になることはある？恒星が恒星になり損ねて惑星のように振る舞い始めることがあります。光り続けるための質量を持っていないため褐色矮星になるんです。これらは本物の恒星ではありません。ただ惑星とも呼ぶことはできないんです。まだサイズ的に大きすぎますし、典型的な恒星のように星系の真ん中あたりに構えています。逆の可能性は、木星や土星などのガスジャイアントは恒星の恒星物質とほぼ同等のものからできている巨大な惑星です。しかしこれでも十分な大きさではありません。軽量級の恒星を一つ作り出すには木星のような惑星が100個必要です。天文学者が把握している限りこのような事態は起こりえません。恒星は何でできているのか。恒星の活動に重要な役割を果たすヘリウムと水素以外の物質は恒星の 2% に過ぎません。面白事実、金属は恒星の寿命にとって悪影響です。ただ金属が豊富な恒星には周りを公転している惑星を持っている可能性が高いです。おお、スターはどこからやってくるのか。空のスターである恒星はガスと塵の巨大な雲から現れます。これらの雲は中心の重力のせいで縮み始めます。しばらくして巨大に密集してきて水素核融合反応を起こします。するとすぐに燃えるように熱い原始星が生まれるわけです。恒星はどれくらいの大きさになり得るか。我々が把握している最も大きな星は輝くスーパージャイアント WOHG64。 なんだか外国の車のナンバープレートみたいな響きですね。これは太陽の170億倍の大きさにもなると言われています。塵の雲に囲まれている場合、光がこれを通過するためには1年を要します。恒星はどれだけ明るくなるか。皆さんが目にすることができる最も明るい星はシリウスです。いや、シリアスじゃなくて、これただの名前です。明るいのはこの恒星が地球に近いためです。さらに大きさは太陽の2倍、明るさは25倍です。しかし科学者が把握している最も明るい恒星は地球から16万3000光年先にあります。この星は太陽を900万個集めた明るさで光るんですよ。わあ。全ての恒星に惑星があるのか。少なくとも太陽のような恒星には大抵地球のような惑星が公転しています。恒星を持たない惑星は惑星を持たない恒星よりたくさん存在します。他の惑星の重力によって星系から押し出されてしまったものもあれば、自由浮遊惑星になったものも存在します。木星の重力が地球を太陽系から押し出そうとしているようなものです。意地悪なんだから。恒星は移動するか。衛星が惑星の周りを、惑星が恒星の周りを回るように、恒星自身も銀河の中心を回ります。我々の太陽は銀河系を時速80万キロで移動しています。2億3000万年でぐるっと一周です。恒星はキラキラ輝くのか。星がキラキラ輝いて見えるのは我々が地球の大気を通して星を見ているためです。空気は静止していません。常に動いて遠くの星の光を屈折するような乱気流を起こします。我々が夜空に見る惑星は近くに存在するためそれほどキラキラしません。恒星はいつ寿命を終えるのか。太陽のような恒星は水素を使い果たし、巨大な赤色巨星に膨張します。赤色巨星の中心部は最終的にエネルギー源が尽きて広がって冷え始めます。こういった恒星は星雲に囲まれた白色矮星に変身します。この白色矮星は黒色矮星になるまでクールダウンし続けます。大きな恒星の場合は爆発して超新星になります。超新星とは？よくぞ聞いてくれました。これは巨大な恒星が限界に到達して崩壊し、中の物質とともに爆発すると起こります。超新星は珍しくかなり眩しい出来事です。
その後には星雲や時にはブラックホールを残すことさえあります。すべてのブラックホールが恒星から現れるのか、巨大な恒星が爆発し超新星になって生まれるのはごく一部のブラックホールです。他のブラックホールは中性子星などの2つの密度が高い物質がお互いに激突した際に現れます。起源が未だに分かっていない巨大なブラックホールも存在します。仮説の一つでは、小さなブラックホール同士が一つに合わさって大きなものに発展したと考えられています。中性子星とは何か。中性子とは原子核を構成する粒子の一つです。残りは陽子と電子です。今まさに崩壊しそうな恒星が白色矮星になるには大きすぎて、ブラックホールになるには小さすぎるとき、中性子星になります。これらの星は直径がわずか数キロしかありませんが、恒星と同じくらいの質量を持っています。そのため密度はかなりのものです。小さじ1杯分で何十億トンもします。さらに1秒間で何百回も回転します。流星は本当に存在するか。我々が流星と呼んでいるものは、ただ小さな隕石が地球の大気の上空で燃えているだけです。しかし星によっては通常の銀河の回転に反して移動することができるものもあります。こういった星の動きは速いため、銀河からすぐに去っていくんですよ。超新星が近くを通って突然吹き飛ばされると、星はそのような速度に到達することがあります。惑星は2つの恒星を持つことができるか。恒星はいわゆるバイナリー星系を形成することがあります。ここでは2つの恒星がお互いの間のとある点を回転します。2人の人間が手をつないでぐるぐる回っているようなイメージです。星系によってさらにたくさんの恒星が含まれています。サソリ座入星には7つの恒星があるんですよ。複数の恒星を持つ星系は理論上は存在し得ますが、あまり安定はしていません。冷たいスターは存在するか。まあハリウッドには何人かいるみたいですけどね。なんて。今までに発見された最も冷たくて暗い褐色矮星はマイナス13度です。それでもこれは恒星と考えられています。惑星と定義するには大きすぎるんです。ブラックホールは恒星を飲み込むことができるのか。ブラックホールはあらゆる距離にあるいかなるものも吸い込んで、周りのすべての物質を飲み込んでしまうわけではありません。しかし何かがブラックホールの事象の地平面を通ると、強大な重力から逃れることができなくなります。これが恒星に起こると、ブラックホールは恒星の質量の半分を消費して、残りは細かく刻まれ、事象の地平面中にゆっくりと広がります。食べ物で遊んでる感じですかね。って違う。太陽から最も近い恒星、最も遠い恒星は、最も近い恒星は薄暗い赤色矮星プロキシマ・ケンタウリです。ケンタウルス座アルファ星トリオの中で最も小さな恒星です。太陽から 4.2 光年離れた場所に存在します。今まで発見された中で最も遠い恒星はイーカロス。地球から50億光年も離れています。我々がこれを目にできるのは銀河団の重力レンズのおかげです。地球から見える恒星の数は、何百億の恒星の中で我々に見ることができるのはごく一部です。多くは別のものに隠れていたり、目で確認できるには薄暗すぎるんです。天気が良く街の光害がなければ、3000個ほどの恒星を見ることが可能です。他にも惑星、遠くの銀河、衛星、国際宇宙ステーションが見えることもありますよ。それ楽しすぎますね。最も古い恒星の年齢は、最も古いとされる HD140283 は、はじめおよそ160億歳だと推測されていました。我々の宇宙が138億歳であることを考えると、科学者たちが混乱したこともうなずけますよね。さらなる研究により、この星は145億歳ほどであることが証明されました。バースデーケーキのろうそくを数えるのが大変ですよね。
さて、本当に宇宙より古いのかは分かりませんが、おそらくビッグバンの直後に形成されたのではないでしょうか。宇宙にはどれくらいの恒星が存在するのか、科学的な推測に過ぎませんが、観測可能な宇宙にはおよそ2000億の銀河が存在します。銀河ごとに異なりますが、平均的なものでも1000億個の星が入る大きさです。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。